おはようございます。シェフィーです。今日からですね、ジム登録してて、今から体験の方に行ってきます。例のモールの中にあるジムに向かってて、1ヶ月の料金がめっちゃ安かったんですよね。どこでも使えるプランで15ドルとかがバイウィークリーなんで、1ヶ月30ドルみたいな。エニタイム1ヶ月普通に7000円とか8000円とかするから、全然違う。もちろん初期費用かかるけど、それ以降のこと考えたら結構安いわ。結構楽しみです。この間ざっと見た感じ結構でかかったんで、マジ筋肉落ちてきたからやったらすい。いや、こんな感じでこうモールの中にあるんですけど、もうね、今全然モール開いてないんだよね。こうやって閉まってて、店めっちゃ閉まってるんですけど、ジムは平日の確か月曜から木曜はね、朝5時から開いてるみたいなんで、今後で使えるかなって感じで。目の前に見えてるクラブ16ってやつが今行こうとしてるジムです。はい、行きまーす。テーブルで待ってるよね。テーブルで待ってます。はい、ジムの雰囲気はこんな感じで、カーディオ系があります。Okay. 604? Is there a security key or something like that to enter in the gym? No? Please, put your gun. Okay. All you do is become insurance card. Okay. Thank you. はい、なんかパスをゲットしたんで、これで入っていきます。来たよ、ついにジムに。あそこがロッカールームらしいです。なるほど、今ロッカールーム来たんですけど、鍵が、これはセルフの鍵っぽいな。自分で南京錠持ってこないといけないみたい。ここで水を入れます。こっちもマシン使いだったんで、このワイプで拭くみたいですね。こんな感じで入れますと。いやね、こっちのマシン全部重さがパウンドで書いたから、ちょっとね、若干見にくいんだよ。10、30、50、70、90って。いやー、マジで見たことない人多いわ。これはロープル。背中か。こっちはハイプル。すごい。なんかケーブルっぽい素材のプレスマシンがあります。ちょっとやってみよう。これケーブルマシーン待ってる時にめっちゃ使うかもしれない。めっちゃいい。なんだこれ、初めて見ました。テクノジムのペース。はい、体重測ります。いや、わからん。何キロこれ。155.5か。後で計算しよう。トレーニング終了です。ちょっとモールがあるんで、そっちで買い物とかあったら見て帰りたいと思います。はい、ここからはちょっとカメラを切り替えまして、別のとこに行きます。横にね、ウィナーズっていう雑貨屋さんがあるんですよね。ここなんですけど、であまりにも今トレーニングしてて服がないんで、ちょっと服を探しに来たいと思います。いいのあるかな。狙い目はね、このクリアランスとなっているやつなんですよね。ここから探していきます。今これ買わないんですけど、普通にこうやってカルバンぐらいのね、また明らかに型落ちだと思うんですけど、こういうのが30ドルとかで売ったりするんで、いいのがあった時は買いたいなと思います。こいつはちょっと今いらないかな。結構可愛い柄ではあるんですけどね。なんかすげえ可愛いチャンピオンのモコモコ見つけたんですけど、これもうなんか明らかにウィード吸ってるやつの服なんだよな。偏見かもしれないけど、これの値段がですね、ここにありまして、39ドル。いや、悪くないんだよね。これあったかそうだし、裏起毛だし、いやー、でもちょっとウィード吸ってそうはい、あんまいい服がなかったので出てきました。ちょっとモールでもブラブラするか。ここすごい店がいっぱいあってね、いろんなところを見るとこあるんだよね。ここも服屋さんのブルーノーツ。結構若者向けの服が多い感じですね。ギャップに近いかもしれない。ところでこのね、緑のパーカーも実は先週H&M にセールしたんで買ったんですよ。結構可愛くないですか。もともと40ドルぐらいだったのが20ドルとかになってて、もうこれは買いだなみたいな。結構裏勤務であったかいんで、この冬重宝しそうです。はい、ジム終わって、今妹の授業終わったんで妹と合流してウォルマートに来ました。こちらですね、リッツ3つで7ドルらしいんで、ちょっとね3個買いたいと思います。オリジナルを1つと、あと僕結構チーズ好きなんで、このビッツってやつをね、ミニビッツを2つ買います。これ日本で見たことないかな、ビッツ。これ日本で、いやあるんじゃない？ある。なんか食べた覚えがあるけど、名前がビッツだったか覚えてないわ。あ、リンゴ買いに来たんですけど、ちょっと高いっすね。バルク富士、クオリティも怪しいし、ちっちゃいし、うん、他のリンゴまずいもんね多分ね。ちょっとリンゴ高かったんでね、ブドウの方にやってきました。ブドウが 3.97 ドルでね、種なしのやつがあるんですけど、必ず1個が死んでるんだけど。1個腐ってる？なんか程よいやつねえかな。妹がいいやつを見てくれました。結構量もいっぱい入ってるし、その分ちっちゃいのがいっぱいあるけど、まあでもね、腐ってない方が大事でしょ。はい、お願いします。なんか食料品ゲットしたんで、今からフードコートちょっと寄ってお昼を軽く食べたいと思います。ここが美味しそうでちょっと安そうなんで、あれを頼みたいと思います。ビーフにしようかな。ジンジャービーフボールにしよう。はい、 Can I have ginger beef bowl? Yeah. With the vegetables? No thanks. For here to go. For here. はい、ご飯もらったんでね、ちょっと今から食べていきたいと思います。思ったよりちっちゃかった。はい、開けます。おお、でもちゃんと美味しそうです。白米だし、トレーニングの後にめっちゃいいね。どうでしょう、お味の方は。いただきます。うん、これ美味しいよ。うん。なんだっけ、日本のなんかそういう牛丼屋さんのやつと比べてどう？なんかステーキソースかかってるから牛肉なんだけど、普通のバラの肉なんだけど、まあ、一瞬ステーキなのかなって錯覚しちゃう。まあ全然もう牛丼より肉が厚いじゃんと。これが消費税入れて700円っていうのはちょっとまあ高いかなっていう。500円ぐらい食べる。まあでも外で手軽に食えるので、これだったらまあいいかなってなっちゃう。一応これに野菜とドリンクを足したらプラス 3.1 ドルで頼めるから、まあ、10ドルぐらいでこれプラス野菜とドリンクみたいな。なるほど。はい、今モールから出てきました。今日はですね、まあ、ジムの3日間の体験のやつ登録して、その後買い物して飯食ってきました。今度ね、またダウンタウンの方のジムとかも行ってみるんで、その時はまたダウンタウンの様子とかもね、お見せできると思うんで、ぜひ楽しみに待っててください。ではこの動画が良かったら、高評価とチャンネル登録の方もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。